卒業証書だ。これいつの？それは高校の時のかな。後で私の部屋に置いといて。うん、わかった。ありがとう。ちょっとこのぬいぐるみなんで持ってきたの？いや、君が持っていこうって言ったんじゃないか。あれ、そうだっけ？そうだよ。ごめん。あ、見て、これ君のアルバム？ああ、懐かしい。嘘。ずいぶん色あせてるね。ううん、前はこんなんじゃなかった。もっと色鮮やかなはずだったのに。そっか。じゃあもともとはどんな色だったの？例えばさ、ほら、この赤ちゃんの時の写真は？Oh!
これは小学生の時の写真だね。どれが君？このサッカーボールを持っているのが私だよ。あ、かわいいね。そうかな。この時はどんな色だったの？これはね、とっても楽しくて弾けるような色。小さい頃に一生懸命になってやったことって、なぜだか今でもよく覚えてるんだよね。僕にもそんなことあったかな。でもね、楽しいことばかりではなかったの。辛いことや悲しいこともあったんだ。勉強しなさい。もっと頑張れよ。また遅刻ですか？もう子供じゃないんだ。お前はいいよな。うるさい。もうほっといてよ。泣くな泣くな。
卒業しちゃったね。早かったね。みんなバラバラか。でもさ、またすぐ会えるよ。そうだよ、お互い頑張ろう。じゃあ元気でな。じゃあね。辛いことを思い出させてしまったね。いいのいいの、こういう色だって悪くはないから。でもこんなに悲しい色ばかりなの？そんなことないよ、あなただってよく知ってるでしょ。あ、本当だ、この写真には僕も写ってる。僕らが出会った頃の写真だね。ねえ、この時はどんな色だったか覚えてる？この時の色は確か…ああ、やっとテスト終わった。テストどうだった？やばいわ。そっか、やばいわ。いや今回はダメかもしれん。いや大丈夫だよ、本当に。ちょっと救済してくれんか。いや大丈夫大丈夫大丈夫。いやもう本当だよな。じゃあちょっともうね、ゆるねしたくない。いや大丈夫だって。ちょっとごめんね、置いてかんといて。いや大丈夫。いやいや、もうテストの話はやめよう。うん、それよりさ、うん、今からどっかに行こうぜ。あ、いいね。あ、お疲れです。お疲れ。あ、お疲れ様。お疲れ様。ねえねえ、何の話してたの？いやさ、今からどっかに行こうって話よね。そうそうそう。あ、じゃあカラオケとか。おー、いいじゃん。うん、行こう行こう。行こう行こう。行こうか。あ、じゃあ泊まっちゃったね。そうだね。何歌おうかな。楽しみだね。うん。私のアルバム、今はこんなに色あせてしまったけれど、
いろんな色の思い出が詰まってるんだ。ああ、また泣き出しちゃった。どうしたんだろう。そうだね。じゃあ写真撮ろっか。じゃあ行くよ。はい、チーズ。ほら、綺麗に撮れたよ。この子のアルバムの記念すべき1枚目だね。うん、この子の未来がどんな色になっていくのか本当に楽しみね。これからは私たち2人が見守っていこう。